日本神奈川県横浜市磯北新杉田町。新杉田町は神奈川県横浜市磯北の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。磯北の中部、根岸湾沿いの埋め立て地に位置する。面積は 1.02km に。町域の大部分を東芝横浜事業所やジャパンマリンユナイテッドの工場が占めるが、 首都高速湾岸線の西側には、商店やマンションがあり、407世帯758人が、暮らす。西は、磯子産業道路を挟んで、中原2丁目と、杉田はじめ、4丁目、北は新中原町、南は杉田5丁目に接する。新中原町と、その北の新森町、新磯子町は、新杉田町と同様に、内陸側の町名に、 新王冠して名付けられた埋め立て地である。町の西部を首都高速湾岸線と国道357号が通り、杉田出入口が設けられている。その西側に隣接して JR 根岸線と金沢シーサイドラインが走り、両路線が接続する新杉田駅が町内に設けられている。昭和30年代に根岸湾の埋め立てによってできた土地であり、 1964年3月24日に、新杉田町と新中原町が設立された。1965年と1967年に、埋め立て地を編入。1970年に、根岸線が開通し、新杉田駅が開業した。1971年に、町域の一部が中原一丁目に編入される。1989年には、 金沢シーサイドラインが開業した。埋め立て以前は海水浴場があり、海苔の養殖が行われていた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。